今回はモンブランロールを作ります。アーモンドのたっぷり入ったロール生地に2種類のクリームを巻いたロールケーキです。ロールケーキの生地の焼き方や巻き方がポイントなので、ぜひそちらに注目してみてください。全卵にですね、グラニュー糖 A とアーモンドパウダーを入れます。でこの際はアーモンドパウダーを振るわず入れていただいて大丈夫です。そしたらハンドミキサーを使用して白っぽくなるまで混ぜていきます。でハンドミキサーのスピードは高速で混ぜていただいて大丈夫です。しっかりと全体が白くなるまで混ぜ合わせてください。でこちらでしっかりと、泡立てることによって空気が入るのと同時にアーモンド油から少し油脂が出ますので、そちらの油脂がですねロール生地をしっとりさせるポイントの一つとなりますので、でしっかりと泡立ててください。でこちらの泡立てた生地にふるっておいた薄力粉を入れていきます。でハンドミキサーの羽根などで大丈夫なので、しっかりと粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせていきます。次にメレンゲを作っていきます。こちらの卵白にですねグラニュー糖を3回に分けて入れていきたいと思います。まずはじめに3分の1入れていきます。でハンドミキサーの高速でしっかりと混ぜていきます。全体がですね、しっかりと泡状になったら次のグラニュー糖を入れていきます。このハンドミキサーの羽根でちょっと落ちない程度まで固くなったらハンドミキサー止めていただいて最後のグラニュー糖を入れていきます。で最後は低速でキメを整えながら混ぜ合わせていきます。全体的にちょっと筋が残ってくるぐらいまで泡立ってきたら、ハンドミキサーの羽根で一回ぐるぐるぐると全体を混ぜてからゆっくり抜いてみてください。柔らかい角がですね立っていたら、メレンゲの完成です。でここでメレンゲを固く立てすぎたりするとメレンゲのダマが残ってしまったりしますので、必ずね立てすぎないようにちょっと注意してメレンゲを作っていただければと思います。そしたらですね、先ほど最初に泡立てておいた全卵のベースにですねメレンゲを全量入れていきます。ゴムベラの丸い部分を下にしていただいて、下のベースを上に持ち上げるように混ぜ合わせていきます。この際ですね、右利きの方はですね利き手と反対方向の手でちょっと手前に引いていただいて、ボールを回しながら混ぜていただくと全体がムラなく混ざりやすいと思います。でここで混ぜすぎてしまうと生地が非常に固くなってしまったりしますので、優しく混ぜてあげてください。で全体的にメレンゲのムラであったりとかないようになったら混ぜ終わりとしていただいて大丈夫です。そしたら出来上がった生地をオーブンシートの敷いてある天板に流していきます。生地が全量流せたらゴムベラを使って全体に生地を広げていきます。自分の手の動かす向きは変えずに天板を動かして伸ばしやすい方向で伸ばしてください。全体的に生地がですね4つ角と4辺にしっかりと流れたら、最後こういったカードを使用して表面をきれいにならしていきたいと思います。カードの持ち方は45度程度で持っていただいて、表面を軽く触って伸ばしていきます。この一連の流れをですねだいたい2周から3周程度で、完了していただけると生地にもダメージが少なくて美味しい生地が作れると思います。そしたら最後にですね真ん中ですね、真ん中も軽く平らに伸ばしていきます。で最後伸ばし終わる際はですねちょっと力を抜きながらスーッと抜いていただけると綺麗に伸ばし終われると思います。この状態で190度のオーブンで約12分調整していきたいと思います。そしたらですね焼き上がったら生地の横にですねくっついている紙を剥がしておいてください。
こうすることによって焼き縮みなどもね少し軽減することできますので、外してこの状態で粗熱を取っていきます。次にマロンクリームを作っていきます。で最初マロンペーストはですね少し硬いのでゴムベラでギュッと押し付けるようにして混ぜて少しね滑らかにしていきます。でこの後に生クリームを少しずつ加えていきます。最初から多い量の生クリームを入れてしまうとダマになったりしますので、最初は少なめで入れて、だんだんとクリームが柔らかくなってきたら生クリームの入れる量を増やしていってください。ほんの少しですね、生クリームを入れたらまた先ほど同様押し付けるようにしてマロンペーストと生クリームを混ぜ合わせていきます。そしたらですね、最初少量入れた生クリームが全体的になじみました。こういったマロンペーストを使ったクリームはですね、最初の段階でしっかり混ぜるというのが非常にポイントになりますので、最初の少ない状態で生クリームを入れた時にしっかりと混ぜて、少しずつマロンクリームを柔らかくしていってください。では次の生クリームを入れます。先ほどよりは少し多めで入れていただいて大丈夫です。はい、2回目も混ざり終わりました。でマロンペースト、こう混ぜてる時にですね、少し色の、濃いものですね、ちょっと茶色色の濃いものがあると、それが結構後半ダマになりますので、濃い部分が見えたらそれも潰すようにしっかりと混ぜてください。この後、2、3回程度同じ工程を繰り返してクリームを作っていきたいと思います。そしたらですね、しっかりとムラなく混ざったら冷蔵庫で、冷やしながらしっかりと保管しておいてください。そしたらですね、もう一種類のクリーム、生クリームの方ですね、泡立てていきたいと思います。氷水にしっかりと当てながらグラニュー糖を入れてハンドミキサーの中速で泡立てていきます。このぐらいですね、ハンドミキサーの羽で持てるぐらいの硬さになったら、混ぜるのをやめてください。でこの際にですね、混ぜすぎてしまうとボソボソっとして油っぽくて美味しくない、クリームできてしまいますので、混ぜすぎるのが心配な方はですね、ハンドミキサーで混ぜている際に少し筋が残ってきたら止めていただいて、あとはホイッパーなどで混ぜて調整していただけると、失敗は減るかなと思います。生クリームもですね、泡立てた状態で冷蔵庫で保管しておきます。焼き上がった生地がですね、粗熱しっかり取れたら、紙を外していきたいと思います。ラップを貼ったらですね、生地と紙も一緒にですね、くるっと勢いよくひっくり返します。ただですね、紙を外していただいて新しいオーブンペーパーを1枚用意します。そしたらまたラップと生地も一緒にですね、くるっとひっくり返します。下に綺麗な紙が引けた状態で、先ほど作ったマロンクリームをこちらの生地に乗せていきます。 80g 乗せたらですね、こういった先ほど生地を伸ばした時にも使用したカードを使って全体にクリームを塗っていきます。外側から内側に行くよりは内側から外側に向かって塗っていただくと塗りやすいと思います。全体的にクリームが塗れました。はい、そしたらですね、先ほど立てておいた生クリームですね、もしも冷蔵庫入れておいてちょっとクリームが緩くなってたら、またホイッパーなどを使って少し立て直してから使用してください。こちらに全量を開けていきます。そしたら先ほど同様にこちらのカードを使って全体的に塗り広げていきます。こちらも一緒ですね、真ん中の方から外側に向かって全体的に塗り広げていきます。こちらを塗る際にもですね、あまり小刻みにいっぱい触ったりするとですね、生クリームに、負荷がかかってしまってボソボソになってしまったりしますので、なるべく大きく動かしていただいて触る回数は少なめで伸ばしてください。そしたらクリームが塗れた上にマロングラッセを散らしていきます。
なるべく大きいとですね、ロールの太さ一部だけ太くなってしまったりしますので、なるべくちょっと、小さめに砕いて散らしてください。そしたらロールを巻いていきたいと思います。ちょっと紙持ち上げながら、最初に手前の生地をちょっと軽く折りたたむようにして、指ですね、押さえながら紙を持ちながら少しだけ巻きます。でこの段階で少し形を整えてあげてください。形を整えたらもう一回少し巻いていただいて、またここでも少し形を整えます。で最後ですね、紙を持ちながら奥に紙を押すようにして、生地とクリームをしっかりと接着していきます。このように全体巻けます。で一回ロールケーキをですね、こう上下反対にしていただいて、紙でもう一度包みます。で、下の紙を押さえながら物差しなどを当てて軽くギューッと締めるようにして、ロールケーキの巻き終わりを締めていきます。ロールケーキが巻けたらですね、ちょっと移動する際はね、移動する際はワチッと持つとね、指の跡がついてしまったりしますので、少し転がしながらロールケーキを移動させてあげます。そしたらですね、絞り袋にマロンクリームを入れました。これをですね、ロール表面に絞っていきたいと思います。絞り袋の持ち方は、利き手で包むように持っていただいて、利き手と反対側の手はですね、ちょっと口金を支えるようにして持ってください。で一定の力で絞り出していただいて、ゆっくりと動かしながらクリームを絞っていきます。あまりスピードが、動かすスピードが速いとですね、クリームが切れてしまったりしますので、なるべくゆっくり絞ってあげてください。はい、そしたらですね、ロールケーキ上面にモンブランクリーム絞れたら、冷蔵庫で30分程度冷やしてからカットしていただくと切りやすいと思います。では冷蔵庫で冷やしたいと思います。それではしっかりと冷やしたロールをカットしていきたいと思います。ナイフを温める湯煎を用意していただいて、しっかりとナイフを温めておきます。でしっかりと水気を取っていただいて、ロールをカットしていきます。今回は3センチの幅でカットしていきたいと思います。3センチに印をつけていきます。でしっかりと温めた包丁でカットしていきます。押して切るというよりは、少し包丁を動かしながら下に下げていくように切っていくと切りやすいと思います。はい、3センチの幅にカットできました。最後にマロングラッセを飾って仕上げていきたいと思います。細かいものをですね、いっぱいつけていただいてもいいですし、ちょっとね、大きめのものをドンと乗せていただいても、そちらは、お好みで、調整していただければと思います。今回は皆さんが大好きなモンブランをロールケーキにアレンジしたケーキです。フランス産のマロンペーストを使用して、とてもリッチなロールケーキになっているので、皆さんもぜひ作ってみてください。